今日は2月9日です、今回は茨城県道275号線を歩きたいと思います。これは土浦停車場線と言います。距離的には183メートルということなんですけれども、実際に歩いてみた感じでは多分200メートルを超えるんじゃないかと、まあ、地図上では200数十メートルとなっています。では歩いていきたいと思います。土浦駅西口が支点ですので、この土浦駅西口から、県道275号に沿って、終点まで行きたいと思います。全体はこんな感じですね。土浦駅前ですね。土浦駅の西口の前でということになります。では行ってみましょう。茨城県道275号線というのは全体の長さが183メートルということになっています。まあ、地図で見ますと実際には200数十メートルあるんですけども、その起点と終点が明確に分からないということになりますね。もう目利きの銀次が今日すでにもうここは回転してますね。歩いているんですけれども、あと数十メートルで終点ということになります。今目の前に交差点があるんですけれども、この交差点が国道125号線との交点ということになり、ここで県道275号線は終了ということになります。ここですね。ここで、県道275号線は終点ということです。ではこれで終わりにしたいと思います。